はい、ということでですね、前回、勉強したファイナンスのトピックですね、先物、先渡し金利、それから債券の先渡し価格、この話を今日はちょっと、経済学的に理解するという試みをしたいと思います。そうですね、将来もしその次点が複数あるようなダイナミックな経済学モデルを勉強するにあたっては、今日勉強する考え方が役に立ってくると思います。で、まずね、その本題に入る前に例え話ですね。今4つの通貨があるという状況を考えてください。グレートブリティッシュパウンドと US ダラーとカナダドルと、それからユーロですね。で、今日のレートがどうなってるかっていうと、1米ドルが0.98ポンド、イギリスポンド、それから1カナダドルが0.95ポンド、1ユーロが0.91ポンドであるという状況を想像してください。で、今こういうレート、本日のレートがこういうふうに決まっていると、自動的に、必然的にカナダドルが、米ドルでいくらかという他の通貨のね、関係も決まってしまいます。例えば1カナダドルは0.95ポンドということなんですけれども、1アメリカドルが0.98ポンドですので、0.95、0.98で割って、1カナダドルは0.969米ドルということが分かりますし、1ユーロは0.91ポンドなんだけれども、米ドルは0.98ポンドですので、日を取って1ユーロは0.929米ドルとなります。あるいはユーロとカナダドルの関係も決まってしまいますね。1ユーロは0.91割る0.95カナダドルというふうに、0.958カナダドルというふうになります。こういうふうに決まってないとですね、そうですね、米ドルをカナダドルに変えるのか、米ドルをイギリスポンドに変えてからカナダドルに変えるのかとかですね、その方向っていうか、その通路がね、ルートが違うだけで額が違ってしまうっていうか、一物一価っていうんですけどもね、本来だったら同じものには一つの値段、カナダドルにはカナダドルの値段一つしかなきゃいけないのに、一つ以上あっちゃいけないのに、複数の値段がね、同時に存在するということになって、そうしたらみんな安い方で買って高い方で売ればいいってことになって、何のリスクもコストもなしにですね、無限の利益が上げられるっていう、最低条件みたいなものが成立してしまいますので、そういうことは起こらない。一物一価だよと、無最低だよという考え方に基づけば、すべての通貨がイギリスポンドで表されている場合には、イギリスポンド除いた他の2つの通貨の関係も自動的に決まるということになります。この考え方を使います。はい。で、今ですね、数字はもう全く一緒なんですけれども、ちょっと状況を変えてですね、4つの財、同じ財なんですけども、時点が違う状況を考えます。今現在が、例えば2019年の12月ということにしたいと思います。2019年の12月で、今日のお芋がありますね、0時点のお芋。それから1年後のじゃがいも、2年後のじゃがいも、3年後のじゃがいもっていうふうに、4種類のじゃがいもがあるという状況を考えてください。経済学ではですね、全く同じものでも場所や時間が変われば別物っていうふうに考えるんですね。例えば、ペットボトルの水もですね、皆さんのうちの冷蔵庫にあるのか、あるいはサハラ砂漠の真ん中にですね、あるのか、富士山の頂上にあるのかによってですね、同じボトルの水であったとしても、別、ありがたみも違えば値段も違うというふうに経済学では考えます。場所が違えば別物。時点が違えばまた別物です。だから今日のじゃがいも、1年後のじゃがいも、同じじゃがいもであったとしても時点が違うので、ありがたみも違うし値段も違い得るというふうに経済では考えます。今日のレートが、1年後のお芋は0.98単位の今日のお芋、2年後の芋は1単位あたり、2年後の芋1単位あたり、今日の0.95単位のお芋、3年後のお芋はですね、0.91単位の
今日のお芋というレートが今日ついているというふうに考えてください。はい、1年後の芋と2年後の芋と3年後の芋とこう値段が違うんですねっていうふうにね、言うと、まあそれはそうでしょうよと。それは1年後ね、今日1年後の芋の値段がいくらになってるか分かんないし、2年後の芋がいくらになってるか高くなってるかもしれないし、低くなってるかもしれないし、ね、値段なんか分かんないでしょうっていう人がいるんですけれども、そういう意味ではありません。そういう意味ではありません。そうではなくて、将来値段がいくらになってるか分かんないよねと、そういう意味ではなくて、今日のレートですね。今日の値段として、1年後の芋と2年後の芋と3年後の芋と全部値段が違うということです。だから、想像してほしい取引は、そうですね。例えば、俺、その1年後お芋欲しいんだけど、ね、俺に1年後お芋1個くれないと。その代わり、今日お芋あげるからって。いくら？今日 0.98 単位お芋あげるから、1年後のお芋くれないっていう取引であるとか。あるいは俺3年後お芋欲しいんだよねと。今日はお芋いっぱいあるんだけども、3年後芋欲しいんだよねと。3年後に俺に1単位の芋をくれない？その代わり 0.91 単位のお芋を、今あげるからっていう、そういう、取引を想像してもらいたいんですね。いいですか？で、そういう取引の今日のレートが1年後、2年後、3年後、何年後かによって今日支払うべき値段が違うと、今日支払うべきお芋の量が違ってくるということです。はい。で、数字は全く実は、前のスライドと同じになっててですね、今今日のレートで1年後の芋1単位欲しければ今日 0.98 単位の芋を支払いなさい、2年後の芋を1単位欲しければ今日 0.95 単位の芋を支払いなさいっていう、こういうレートが決まっていると1年後と2年後のお芋のそのトレードのレートも決まるんですね。はい、1年後と3年後の間も決まりますし、2年後と 3年後の間も決まります。例えば俺2年後芋欲しいんだよねと、2年後に芋1個くれない、その代わり1年後に、今じゃなくて1年後にお芋あげるからっていう、そういう取引であれば、あくまで今日のレートですよ。あくまで今日そういう契約を結ぶとしたら、1年後に支払うべきお芋は 0.969 単位。1年後に支払うべき芋は 0.969 単位ということになります。で、1年後に 0.969 単位芋を支払えば、2年後に1単位の芋がもらえるということになりますし、これは2年後と3年後の間ですね。だから3年後に芋が1単位欲しいんであれば、2年後、いくら芋を支払うべきかっていうと 0.958 単位ということになります。で、あくまでですね、ここに出てくる数字は全部本日のレートと今日契約を結ぶんであれば、そういう取引条件になるということをしっかり肝に銘じてください。はい。で、この 0.98、0.95、0.91 単位って、実は割引債の価格だよという話をしますね。どういうことかっていうと、今日のレートでね、2年後芋が1単位欲しければ 0.95 単位今日芋払いなさいとか、3年後1単位欲しければ今日 0.91 単位払いなさいって。これ、実はですね、今日のお芋と2年後あるいは3年後のお芋をまあ、交換してるんですよね。これってその債券の発行と同じですよね。債券の割引債って何だったかっていうと、割引債、例えば満期が1、額面が1の割引債であれば、そうですね、1年債であれば、1年後にその割引債を買えば1年後に1円もらえますと、1ドルもらえますと。で、その値段が今日例えば 0.98 ドルっていう値段がついていれば、今日 0.98 ドル支払うことによってその債券を保有して、で、1年後に代わりに1ドルもらえる。2年債であれば、今日 0.95 ドル払うことによってその2年債を買って、で、その代わりその2年債が満期を迎えた2年後に1ドルもらえる。これが割引債であり、割引債の価格だったんですけども、同じですよね。時点の違う今日と、それから将来のある時点におけるお金ならお金、お芋ならお芋をこう交換していると
ということですので、あ、この 0.98、0.95、0.91 っていうのは理論的には額面1の割引債の価格、1年債、2年債、3年債の価格だなということがわかると思います。でですね、じゃあこの1年後の芋と2年後の芋の現在の交換レートは、この 0.969 は何を表しているかっていうと、これが実はですね、債券の先物価格に相当するという話をしたいと思います。どういうことかっていうと、次のような債券の先渡し契約を今考えてください。現在2019年12月時点で契約を結びます。どういう契約かっていうと、はい、この左側の人がですね、今ではなくて1年後に債券を、ね、売りたいですと、この債券買ってくださいっていうんですね。なんて書いてあるかっていうと、債券2021年にお芋を一単位渡しますという債券です、はい、これを1年後2020年に買ってもらいたいと。で、投資家もしこの契約を結んだらですね、その投資家は契約を結ぶのは今なんですけれども、1年後に契約書に書いてある通り 0.969 体のお芋を渡して、でこの債券を受け取って、さらにその1年後2021年にお芋を1個もらうと、はい、これで1年後のお芋 0.969 単位と2年後のお芋2021年のお芋1単位が交換されていることになります。でこの数字が、そうですね、1年後の芋と2年後の芋の交換レートが、だからこの1年後に1年債を発行する時の、発行するっていう先物契約、先渡し契約のに書かれるであろう先物価格、先渡し価格ということが理解できると思います。ちょっと複雑ですけどね、大丈夫ですかね。1年債って何でかっていうと、満期を迎えるのは契約時点の2年後なんですけれども、実際にこれが発行されて渡されるのは1年後なので、残りもう1年しかないですからね、1年後に1年債を受け渡す時のっていう契約をする時の先物価格ということになります。フォワードプライスですね。はい。で実はこの 0.969 っていう数字、 0.95÷0.98 で求めたんですけれども、これが実はですね、前回あの公式の整理って言って、公式1234ってありましたよね。公式1が債券のスポット価格から債券のスポットレート、金利スポットレートを求める公式で、公式の2がですね、スポットレートとフォワードレートの間の関係式で、公式3がフォワード価格とフォワードプライス、債券のフォワードプライスとフォワードレートですね、先物の金利の関係式っていうのが公式1,2,3と出てきたんですけれども、で公式4っていうのもね、あそこにあったんですが、ここが公式4に相当しますね。スポットの1年債の価格、2年債の価格から、その1年債をね、1年後に受け渡す時の先物価格をその比で求めているということなので、実はあそこの4つの公式をまとめたところの4番目の公式に相当します。相当しますので、ちょっとね、あの公式をもう一回見ておいてください。ちゃんとなっていると思います。さあ、スポットの債券価格、フォワードの債券価格っていうのが、出てきました。言い忘れましたが、これはそうですね、1年後に2年債を発行しようっていう契約における先物価格ですね。この 0.958 は2年後に発行して、で3年後に満期を迎えるような債券の先物価格ってことになりますね。で、こういう債券のスポット価格や先物価格から、金利を求めます。金利を求めることもできます。で、金利の求め方に関してはここでは、復習しませんが、スポットの債券価格からスポットの年率の金利を求める求め方、これは随分前にやりました。それから債券の先物価格と金利の関係、これもね、前回やりましたということで、そうですね、債券価格と金利の関係のところをもう一回復習しておいて
ください。例えば1年ものの金利は 2.04%、 2年ものは 2.60%、 3年ものは 3.19% ということになります。はい、これが今日のお芋を、まあ、投資すると3年後まで食べないで我慢してね、誰かに貸すっていうんだと、まあ、年率あたり1年あたり 3.19% の金利がつくと、金利だかイモリだか分かりませんけどね、それがつくということになりますね。まあ、この忘れないでほしいのは、なんか1年後の金利とか2年後の債券の価格とかっていうふうに出てくるんだけども、将来の話は全くしてないんですね。これ全部、ここに出てきている数字は全部今日この時点、現時点でのレートだと。もう明日、明後日、しあさってになっちゃってですね、なっちゃったらもうこの価格はどん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 動いていくものなんですね。あくまでこの全ての価格は先物価格であったり、先渡し価格であったり、先物のね、先物先渡しの価格であったり、レートであったりするので、全てはその現在のレートであると。現在のマーケットで決まっているレートであるということをもう一回ちゃんと分かっておいてください。はい、これがファイナンスで習う先物金利や債券先渡し価格を経済学的に理解するとどうなるかということです。